まず本当どれも美味しかったんですけど、まずこのホイコーローはすごく本当にキャベツの甘みをすごく感じますし、はい、本当にご飯が進んで、あと子供がもう大好きです。あとこのなんかこれもあれなんですよね、キャベツ三重のものなんですよね、はい。だからすごいのが全部食材の美味しさを殺してないんですよ。なるほど。食べ食レポめちゃうまいじゃないですか。私さすがやな。さすが。本当にそうなんです。さすがやな。あと私本当に家でもよく使っているので、はい、あとこのチンジャオロースは野菜のシャキシャキ感、こう短いじゃないですか食べる時間が。だからこそこのシャキシャキ感が残りますし、もうねこのやっぱりお肉使いたい。だからいつもチンジャオロースって細く切りません、お肉。切る切る切る。でもこれぐらい大きい方が嬉しいですよね。確かに。食べ応えある。これちょっとグドゥの CM とか出てもらった方がいいんちゃう？そうですよね。あたたたたたたの CM。出てもらっちゃうね。やっぱりすごいですね。そしてこれ全部三重県の食材なので、タイもそうなんですよね。タイ飯ってでもちょっと、なんかレベルが高いイメージがあるんですけど、今作り方聞いてたらすごく簡単だったのでやってみます。あと15分でですよね。はい、多いそうですよね。そうですよね。お弁当にもいいから、うん、この食材の機能性なんかも知事の口から説明していただけますか。そうですね。この立ち飯プロジェクトには、はい、まあ、選んでる理由の一番大きいのは機能性、はい、なんですね。やっぱりアスリートの、ね、皆さんとかも頑張ってもらおうということで、まあ、例えばキャベツはビタミンが多くて、で E とか十二指腸の、まあ、抗潰瘍作用で、まあ、こうしんどくならないように E とかね、十二指腸をするのと、であと豚肉はさっきも言いましたように、浅尾さんも言ってもらった通り、牛肉とか鶏肉と比べてビタミンが多いので疲労回復に良いと、もちろんタンパク質も取れるということです。であとタイもですね、これは良質なタンパク質を取れるということと、脂質油分が少ないので非常に健康的ということですね。なのでこういう機能性と、であとこのスーパーで扱えるっていうことと、で味の素さんのこの調味料に合うっていうようなコンセプトで勝ち飯、三重県食材選んでると、そんな感じですね。ありがとうございます。わかりやすかったです、そして先ほどから出ておりますが、浅野さんは三重県鈴鹿市の、はい、ね、ご出身ということで、まあ、三重の食材、好きなものはありますか。私豚肉が好きなんですけど、その中でも、はい、鈴鹿の桜ポークっていうものがありまして、はい、すごく美味しいんですけど、はい、なかなかうちの近くの近所のスーパーでは売ってなかったりとかするので、でもそういう中で手に入ったらいいなって思うので、はい、知事お願いします。なるほど、その材料が置いてなかったら違って、まあ、ちなみに例えば漁連さんがやってる白子のところのトトリンっていうところでは売ってますけどね。トトリンちゃうわ、トトリンだから、は売ってましたけど、まあ、桜ポークめっちゃうまいですけど、美味しいな。豚肉がすごい注目でも安いですし、やっぱりね、皆さんどうですか、三重県っていうと、はい、ね、三重県住んでる人も牛肉のイメージあるかもしれないですけど、うん、例えば、まさかに食肉、肉をこう土地区する場所があるんですけど、そこの年間の土地区量って牛1に対して豚9なんです。豚がめちゃめちゃ多くて、だからいろんな先の桜ポークをはじめとした銘柄豚が三重県中にはたくさんありますんでね、フレンチの三国シェフなんかも、うちの三重県の食の大使やってもらってるんですけど、三重は豚がうまいなーってこの前大感動してくれてました、ね、本当ですか、はい、なんか嬉しい。でもそれがなんか全国に届くといいですね。そうです。まだまだ知らない人が多いと思うので、はい、今日もね、明日三重県では市町対抗駅伝っていうのをやる、うん、熊国のやるんですけど、うん、玉城町チームはね、玉城豚っていうのをすごい宣伝しましたからね。玉城町でも豚、玉城豚めっちゃうまいです。えー、